4号艇山口雄二選手です。ユースおめでとうございます。ありがとうございます。今回の優勝戦メンバー記念初ユースが多いんですが、実は山口選手もなんですね。はい、デビューから20年での初ユースということなんですが、お気持ちいかがですか？はい、めっちゃ嬉しいですね。はい、やはり地元ですし、嬉しさもまた、それもありますけど、はい、なんか、20年走ったんですけど、はい、まあ、いずれはね、乗りたいなと思ってて、まあ、その日を迎え入れて嬉しいです。はい、あの準優勝戦も一周2マークで思い切って握っていって2着に抜け出してきましたが、手応えいかがでした？乗りやすくて良かったです。今節では船足としては押し上がり特徴いかがでしょうか？目立って出ていくとかはないんですけど、まあ、乗りやすかったり、まあ、競り合いとかにも強いのかな、なんか、そういう見えに見えないところがちょっとずついいのかもしれないですね。では節間通してこうレースのしやすさというのはずっと保てている感じなんですかね。はい、今節またスタートはいかがでしょう？スタートはもう、はい、もう行く気で行ってますね。ではもう見えてるところはしっかり行ってる？いや、もう見えてはないですけど、もう本当気持ちで行ってますね。なるほど。もうそこまでは優勝戦も、スタートは気持ちでしっかり行きたい。いや、優勝戦はもうちょっと一旦冷静になって、はい。はい、それではですね、最後にファンの方へ向けて一言お願いいたします。明日一生懸命頑張ります。